脱が始まった合図がした。傷つき疲れるけどもいいんだ。せーの、皆さんこんにちは。長いボーカルスクール校長の竹部です。スッ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 。講師のアリです。スッ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 。寿司なあ寿司何が寿司と全然関係ない。よし、今日は、はい、夏。夏ですね。うん、もう、この、うん、この曲、夏大好きです。ね、はい、本当に、いつか来るだろうなと思ったついに、早めに来ましたね。うん、ね、これは、まあね、ミセスグリーンアップルだけど、はい、ミセスがまだ、ミセス音階っていうか、ミセスっぽい曲を書いてる時の最後なんだわ。え、何ですかそれ。なんか、途中からクイーンって変わったんだわ。それってあれ、休止一時ちょっとしてた前後とか、うん、そういうんじゃなくてですか？じゃないね。あ、なんかあるんですね。ある。あ、じゃあその、あ、でもなんかわかるかも、うん、ミセス。ミセスっぽさ。あー、確かに確かに。だいたい後ろで、じゃん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 。あー。ダツ、ダツ、ダツ、ダツみたいな。なるほど、なるほど。確かに今の感じとちょっと違いますね。そう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 。あー、はははは。うんで、タンタンタンって降りてくるとか。そう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 。うん、大好き。ね、いいよね、夏っぽくてね。夏っぽい青と夏でございます、ね。はい。じゃあ、いつものやついきましょう。せーの、にゃん。はい。まあ、いつも通り、A のしゃくりも、B もしゃくりもあるし、はい、ビブラートもあるし、上しゃくりがちょこっとあるかな。うんうんうん。でも、すごいしゃくりですね。そうね。いや、これがね、彼のなんか、持ち味な気がする。うん。すごい尺って、だけどなんか、なんていうの、暑苦しくなくビブラートするみたいな。そうですね。くどさって確かに感じることないですね。うん、そう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 。私なんか最近 YouTube でさ、はい、なんかね、ビブラートとかこうするといいよとか言ってるからさ、あれ結構人気ですよね。そう、見ました。書いてあるんだけどさ、竹馬先生はビブラートが演歌っぽいんですけど演歌好きですかみたいな。あそう、すいません、私でかい方が好きなんです。もともと聞いてた人とかがかなり大きめですもんね。大きくて緩くてみたいな感じですよね。だからこう熱苦しいんだけど、こうやってやっぱりこうなんて涼しげにやっぱりこうくるくるくるってするのが今のやっぱりトレンドかな。あ、確かに、うん、かなり細かい人多いですもんね。多いね。多いです多いです、うん、よし、じゃあ頭の部分いきましょう。せーの、はい、おい、まずすーだね。もういきなりすー。涼しい風吹くだね。そう、ここもく、もうほとんどあるかないかぐらいでいいと思うんだけどね。で、青空のに、ウォーいいね。あ、ウォーなんですね。もう、に、お、いいなんだけど、なんか結構さ、こういう人たちって子音を立たせるから、はい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 、おーじゃなくて、ウォーって言ってね。に、ウォーいい、そうそうそう。今日だね。今日はだらっと過ごしてみようか。はい。みようか。あ、みようか。今日はだらっと過ごしてみようか。かって、そうだよね。かーだよね。迷っちゃった。だよね。で、次が、ふうりーだね。がちりーん。ひまわりの黄色だね。あ、こっち。そう、こっち。そう。私には関係ないと、だね。で、おがまた、を、を持っていたんだ、だね。あ、いいですね。うん、で、ドーナツってすぐに、ね、始まるね。いいね。あ、って考えると、A、B、サビじゃないんですね。そう。うん。あ、そっかそっか。そう。結構だからね、疾走感がある。あ、なるほどな。うん。これに疾走感を感じてるんだ、私。うん、そうそう。で、これがさ、例えばサビにさ、思っていたんだ。夏だと疾走感がなくなるんだよ、ちょっと。ほう。持っていたんだ、どんな夏だからいい。あ、なるほどな。あ、なるほどな。うん、そう。あ、すごいすごい。4分の2拍子になるから、ね。あ、そっか、ちょっと変わるわけですね。うん、そうそうそう。ってね、いいよね、いいですね、うん、でもう早いよ、もう行きますか、うん、読むことになる。
歌うことになるか。はい、行くぞ。お願いします。ワン、ツー、サン、はい。涼しい風吹く青空の匂い。今日はだらっと過ごしてみようか。風鈴がちりん、ひまわりの黄色、私には関係ないと思っていたんだ。そうそうそう、にゃー。それでは、それでは、行きましょう。せーの。はい。じゃあ、疾走感のところですよ。はい。夏が、もう B だから、だらけだね。夏が始まった合図がした。忙しい。傷つ、気づかれるけどもいいんだ。次の恋の行方は、これは。ああ、だから、一応、フェイクじゃないっていう判断。音符。タンタンタタタン。ああ、そういうその音になってるという。うん、行方は。そう。あはんはんはん。行方はじゃないじゃん。ああ、そうですね。そう。ああ、なるほどな。うん。だから普通の音として考える。行方はどこだだね。で、で、一回ここすっとんのだわ。あー、確かに。うん。ちょっとこんなとこで止まってんの変わってますもんね。ライラくんそうじゃなかった？ぐわ、ぐ、わんわん。あー、でしたね。出したね、うん。あ、やっぱでも、あるんだ。そう。シスポさん。うん。って止まって、はい、いくで裏声、じゃないだね。またビービーってビブラートして、主役は誰だだね。はい。で、また、で、ここは吸わないんだわ、なぜか。そう。そう。行くじゃない、僕らの番だ。だね。あー、でもそうかもしれないです。うん、うん。その、最初と二番目違いますね。そうなんだ。ははははこれは適当なのか、でもディレクターがいるとかない気がする。この子たちの場合だと。自分たちでしっかりやってる。うん、てると思う。多分。すごいな。休止の後とかで多分セルフプロデュースとかも入ってると思うから。すごいな、ね。じゃあ、ここを歌ってみましょう。行きましょう。はい。ワン、ツー、ワン、ツー。夏が始まった合図がした。傷つき疲れるけどもいいんだ。月の恋の行方はどこだ？行くじゃない。主役は誰だ？行くじゃない。僕らの番だ。私の番だ。私の番だ。ね、私の番が来るね。しかしこれは忙しい。忙しいですね。しかももっと早いもんね。そうですよね。コロ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 動くんだな。コロ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 だよね。すごいですね。でここでつるっと歌うのも私は早く歌わないので。はい、そうですね。早く歌って練習するのは本人の上で歌ってもらえばいいから。ああ、確かに確かに。そうですね。そうそうそう。じゃあ、つるっといきます。いきまーす。最初にもう言い訳しといた。ゆっくりめでいきますから。そうそうそう。じゃあ行きましょう。ワン、ツー、サン。はい。涼しい風吹く青空の匂い。今日はだらっと過ごしてみようか。風鈴がちりん、ひまわりの黄色、私には関係ないと思っていたんだ。夏が始まった合図がした。傷つき疲れるけどもいいんだ。月の恋の行方はどこだ？行くじゃない。主役は誰だ？行くじゃない。僕らの番だ。イエーイ！夏だー！最高！夏だねー！いいですねー！最高！難しい！はい、もう相変わらず難
しいよ、やっぱり。この曲と、まあ、ライラックと、そうですね。あと、なんだっけ。なんだるよ、うんとだめだ。あ、ケセラセラ。そうそう、そうですね。やりましたね。もうね、5文字は危ない。ですね。でもちょっと今ね、この時期、ミセスは避けて通れない。そうね。大人気やつたちなんで。うん、うん、そうね。ミセス歌える、うまく歌えるとちょっと本当にモテそうですよ。あ、でもそうよ。うん。だって、女の人もさ、歌うよね、これね。これだって、歌えますよね。まあ、下はちょっと低いかもしれないですけど、うんうんうん、上は割にちょうどよく歌えるかもしれないですね。そうそうそう。結構ね、お姉様方が、こう、なんか、ミセスは好きだから。へぇー。そう。ああいう多いよ。もうね、ケセラセラは本当に多かった。ケセラセラでもむずくないですか？え、めちゃくちゃむずいよ。そうですよね。うん、すごい。あ、でもお姉様方が。うん、はぁー。もう、素晴らしい。ダーンタラダダダ、愛の日々だってもう消しまくったもん。あ、これ言わなくていいですとか言って。あ、もう、なしにしたんですか？そう。ファンファーレみたいな。ファンファーレの例が。あ、そういうことで、ファンファー、てってそう、刺激的な月からだから、刺激的な月から。あー、なるほど。あー、なるほど、そうそうそう、なるほど。あ、うん、そっかそっか、そういう戦法があるわけですね。そうそうそう。確かに。あれを、で、うん、て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 、難しいですもんね。そうそうそう。あー、なるほどなー。すごい。いきなり4拍子戻るしさ。そうそう。大変ですよ。できる若者はすごいな。本当だよね。すごいすごい。すごい。さあ、ということで、じゃあ、はい、この動画が気に入ってくださった方は、いいのだと、チャンネル登録と、ベルマークお願いしまーす。よろしくお願いします。何バージョンですか？いや、なんか、お知らせかバージョン。なんかね、頭が動かんかったの。やりきった。そう。やりきった感が。ちょっとね、停止したの。はい、ということで、はい、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。せーの、ダーン！ありがとうございます。ダン、ダン、夏が始めた。はい。はい。失礼します。失礼します。失礼します。暑いです。暑い。まだ暑い？めっちゃ暑いです。今日も私、溶けた。溶けて、歩いて、ここまで何分ですか？ 10 分もかからないところなんですけど、もうマジで、借りれるチャリがあったらチャリできてますもん。だってチャリないよ、あそこら辺に借りれるやつ。あるんですよ。あるんですけど、ね、結構借りられてるんですよ。みんなやっぱ使うんですよね。通勤とかで。やっぱ夜は帰ってきて会っても、昼間はなくって。あれでも予約できるんでしょ？ 30 分です。え予約して、20分か30分後くらいまでに行かないといけないんです。あ、そうなの？そうなんですか。だから何日とかそういうのはできなくって。よし、行くぞ、もうちょっとでって言って、探して会ったら、あ、予約しようぐらいです。あ、だったらまあ、でもチャリ買っちゃった方がいいのか。ですよね。本当に、思います。まあ、便利なんですけどね。借りて、下ろして、雨降ったから持ち帰らなきゃとかはないじゃないですか。まあね、そうね。そうなんですよ。でも、チャリの購入はちょっとね、考えます。いくら、便利な都会に住んでるとはいえ。まあね、そうね。そうですね。なんか、チャリだと、チャっていけるのになーって思うよね。思います。チャリって便利ですね。そう。車まあなくても、生きては今行けてますけど、うん、チャリはやっぱちょっと、そうね。購入要検討です。ねえ。でも電動チャリを知ってしまうと、やばいですね。私初めて乗ったの、この前。あ、乗りました？乗った。電動チャリって。何あれ？すごいですよね。その、私も乗ったことなくて、あれ、名前が電動アシスト自転車ですか。うんうんうん、あ、うんうん、なるほど、こういうことねってちょっとわかりますよね。アシストしてる。アシストしてる。これかってすごい思いました、うん、してる。アシストしてくれる機能すごいですね。すごいよね。あれすごいですね。画期的ですし、本当にこう、こんな顔で乗れちゃいます。乗れる。スイスイスイ。乗れる乗れる。で、うん、意外にちょっとね、サドルを下げんとね、うん、なんか、足つかんくせに、サドル下げると今度足が窮屈になる。なるほど。確かに。しかもあれいろんな人乗るじゃないですか、借りれる自転車って。だから、ものすごいサドル高くなってる時ありません？なるほど。で、しかもギュンギュンに締め上げられてる時あって。そうね。いやいやいや、すごいバカ力いるやん。巨人がおる、と思いながら。そうね。溶けない。次々でやって。
が、まあ、チャリ導入検討中です。ね、本当だね。まあ、それぐらいとろける。そうやな。なんか、ちょっとでも、早くつけるよね。で、まあ、汗とかさ。そうなんですよ。ね、ここ来て、すぐ汗が引く。先生、あれですか？今、歩きですか、ほとんど。歩き。ああ、まあそうですよね。近いですもんね。うん。うん、車で来るより早い。ああ、そっか。駐車場行って、乗ってより。うんうん、そう。でも、それでも汗かきません？汗かく。暑いですよね。だいたい1時間、30分ぐらいは止まらんかな。ああ、ですね、うん。そうですね。で、結局、腹が立ってきて、そのまま掃除しちゃうけど。追い汗かく。それ止まってますよね。腹立って掃除する。腹立ってくるもん。汗拭いても拭いても出てくるからさ。ああ、まあそうですね。うん、本当に暑い。誰かに、なんか、あ、そうだ。海外旅行に行った、バリかなんかに行った生徒に、うんうんうん、どうだと、暑さは、うんうんうん。日本の暑さと違うか。やっぱりあっちは南国だから、うんうんうん、カリッとしてるんかっつったら、同じだって言ってました。暑い。同じだ、ね。暑い、暑い、暑い。結局暑さは同じだ、ね。そう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 。生徒さんでシンガポールのさ、生徒さんいてさ、うんうんはい、あの、うん、変わらんって言っとった。そうなんですか？ずーっとこんなんだって。あ、そうなん、ずっと。ずっと。あ、それはちょっと辛いな。うん。だから向こうはどうなったらな、体制があるのかな。あ、まあそれでずっと生きてるなら、うん、なんかちょっと、変わりそうですよね、体質というか何かが。うん、そうね、うん。なんかほら、地面の照り返しみたいなのってやっぱりね、日本の方が多いと思う。ああ、コンクリートがですか。うんうん、日が差しても下から来るからね。そうです。すっごい暑い。でも日が差ないと本当にジリジリで、うん、そうね、歩けないです。なんか私初めて知ったんだけど、うん、若い子がさ、はい、今さこの扇風機持ってるけどあれ冷たくなるやつあるんだね。うん、え、そうなんですか。どうやったら冷たくなるの、うん？なんか真ん中になんか貼るとかなんかいい。それがいいなー。冷風が出る扇風機らしい。それがいいな。どれぐらい持つんだろうね。なんか夕方ぐらいに出かけて花火大会が終わるぐらいは持つんですか、ね、持たんだろう。だったら意味ないですよね。また重いだけとかですよね。うーん、まあまあそうだね。まあ、ああいうのに過剰に期待してはいけないでしょうね。そう、いやもう本当に熱風くるくる回してもね、あれ良くないですよね。なんかよくないって書いてあった。あ、そうですよね、うん、なんか熱中症病気になったり、うんうん、そう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 。今時の小学生とか中学生とか大変ですよね、はい、大変暑いですよね。暑い。体育とか体育、うん、そうね。だからもうみんな大変なことになってるよね。ですよね、うん、私たちそんな暑かったですっけ。いや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 、やっぱり全然違う。違うんですよね。うん、全然違う。だって一度上がるだけでだいぶ違うしね。そうですね。あの、教室に冷暖房なんて完備じゃなかったですよね。うん、扇風機があっただけで、うん。多分それでも暑いけど過ごせてたような気がするんで。全然全然プール気持ちよかったしね。気持ちよかったですね。あの、好きじゃなかったですけど。うん、そうなんだ。やっぱりあれなんだよね。もうしょうがないよね。温暖化ですね。だから熱中症対策みたいなやつはやっぱり、うん、ね、学校でよくしてるし。あ、そうなんですか。そう、うちはもう息子が去年2回もやったから、うん、心配ですよね。でしょ、うん、もうプール開きでさ、プールだーと思ってプールは気持ちいいからさ、うん、そのまま入ってるけどさ、上からは当たりまくりなわけじゃん。ああ、はい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 、2時間連続やったら熱中症が数人出て、もうチンチンになってる。本当にもうチンチン。そういう時で、うん、今どうするんですか？冷やすんですか？水分飲む、冷やすみたいな。そうそうそう。OS1 と、そう、冷やすっていうか、そうね。なんか、なかなかこう、もう学校側も責任取れないし、怖いですよね。怖い、そう。大変だな。だから、日陰にしてほしいよね。あ、確かに、あれ、ないんですっけ？鹿児島あったんですけどね、屋根が。バタ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 って広がるようなのが。え？あったんですよ。あ、多分あれは、排対策かもしれないですね。桜島が定期的に爆発するんで。あ、そういえばそうかも。それ当たり前に思ってたな。そっか、屋根ないんですよね。No. そうです、そうです。バタバタバタ、バタバタバタ。マジで？ありました。プールの上に？あ、そうです。へぇ、大きいビニールのなんかがこう閉じたり開いたりする、ね。あ、なんかこういう感じですね。そうです、そうです、そうです。結局、その灰が降って水ダメになった方が大変ですもんね。きっと入れ替えたり。あ、そうだね。そうです、そうです。え、それで避けれるの？
まあ、屋根があれば避けれてたんでしょうね。あんまり意識して小学校時代は過ごしてないんであれですけど。へ、うん、過ごしてましたね。へぇ、すごいな、なんか。鹿児島ならでは。へぇ、すごいね。へぇ、面白事情ですよね。ねぇ、うん。うち何、何もない。なんか、今の話のつながりでさ、はあ、地元事情みたいなやつでなんか面白いのないかなと思ったけど、はあ、そういえば、はあ、あの、うちならではあったわ。壁なんですけど。うん。三河って、はあ、あの、一式っていうところが、はあ、うなぎが有名なので、はあ、そういえば、なんか学校でうなぎのつかみ取りやっとった。へ、すげえ。すげえ。あれ結構、つかめんの。めちゃくちゃぬるぬるするんですよね。ま、こう、本当にこうなの。本当そうなるんですね。うん、気持ち悪いですか？気持ち悪いよ。あ、やっぱそうなんですか？うん。ベロベロみたいな感じですか？うん、ベロベロ。そう、でも、な、結局でも、つかめれたんだけど、なんでつかめれたのかな？なんでつかめれたの？あ、ピアノやってたからですかね。え、違う。どういうこと？そう、大丈夫ですか？何でしょうね。なんか、あの、運動神経いいんですよね、先生。運動神経はいい、ね。なんかこう、関係ないって言ってたんです。関係ないよ。だって私、トロ臭いから絶対できないですから。多分、これもできないですから。あ、ピューって。そうそうそう。何だったんだろうな。もうでも楽しかったな。別にそれを最後でなんかかば焼きにして食べるとかもなかったけど、持って帰るみたいなのはあった。でも持って帰ったところで。いや、みんなね、結構ね。さばけるんですか？あ、すげえ、三河の民。そう。本当に、うちのパパが、パパが、うちはやってくれたから、もうグッて刺して。あ、で、そう、シュー。すごい。そう、やってた、やってた。先生できるんですか？できない。あ、できないんですね。あ、ね、さすがにね、うなぎはできないんだ。あれはやばいですね。やばい。私だって昔、うんうん、あの、新婚さんだった時、うん、アジフライを作ってみようと思って、さばいてみようと思ったんですよ。頑張ったね。頑張ったんですよ。初めてですよ。くっつきまくったやろ。あの、最終的に食べるとこなくなって、って思って。そうね。しかなかったね。あれ結局みんななめろうみたいになるんだ。あー、なるほど。どこに行くんだろうなってぐらい、本当に。あれはもう、スーパーでおろしてもらうのが一番。ていうかもう上がってるの買うようになりましたね。あ、まあまあまあ。そうね。そう、それが一番いいよ。もう全然それでいいですね。そうね。味系はね。いや、難しいですね。しかもアジのフライになってるアジってこんなちっちゃいんだって思いましたし。うん、そうね、そうね、そうね。うん、なんか恥ずかしながら知らないし、さん、まあおろしはできませんね。あれ、線でもいいって。なんか進行する時ってやる気じゃないですか。あ、まあね、やる気だよね。やる気なんですよ、その時は。なんかそのまま味噌も作っちゃおうかなぐらい。それはなかった。あ、そう？ジャムは作りました。あ、そう。ジャムはやります。味噌ぬか漬けはなかったですね。なんか、ぬかってみようかな、みたいな。すげー、そう。そう、なんかできる気にはなりますよね。なるね。冷凍とか頑張っとったもんな。うん、そうですね。一時はちょっと頑張ってましたね。下手ながらに。やめましたね。あ、向いてない。料理だけは絶対に向いてない。向いてないの？そう、好きじゃないですね。あ、そうなんだ。もうこれは気づいてしまいました。気づかないように、わからないように、だましだましやってましたけど、うん、ダメだ、これは嫌いだ、と思って。そう、やること自体の問題ね。そう、多分これ言ったら、なんかちょっとあんまり良くないと思うんですけど、あの、家事って、基本的には綺麗にする作業じゃないですか。綺麗にって、まあ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 。料理って唯一汚すじゃないですか。まあまあまあ、そうね、それが多分嫌なんですよ。やって、ですぐまな板とか洗いたくなるけど、次の料理のためにまた出してみたいな、すごい不効率なことするし。あ、そっか。やっぱ綺麗にしたのにまた汚すんだ私っていうのが、どうも好きじゃない。そういうことね。じゃあ本当になんか作る作らないとかっていう問題じゃないんだ。かもしれないですね。なんか汚れ物が増えていく、そしてまたそれを洗わなきゃいけないっていうことに、うんうん、なんか喜びすらもう見出せない。うん、特に日本のさ、日本食はさ、手間だからさ。あ、そうですね。焼いて煮てとかさ。下処理もすごいいっぱいじゃないですか。そうそうそう。本当にそうね。肉は。とか。ねえ、肉は違うやつで切らなきゃいけないとかさ、包丁も変えなきゃいけないとかさ。そうそう、そんなことやりだしたらもう、切れないですよ。で、新婚さんの時なんかちっちゃいアパートで住むじゃないですか。ちっちゃいアパートで、置く場所なんかないのね。ないね。嫌
嫌いだったな。ねえ、本当だ、ね。まあでもやらなきゃいけないから、みんなやってるから、やるのが当たり前だと思うよね。まあそうですね。なんで、だから、尊敬しますしね。作り置きとかできる人とか。あ、まあまあまあ。それはでもあれだよ。それはなんかもう私たちの仕事と一緒だよ。何ですか、作り置き。ピアノが弾けたりとか、譜面が読める人を多分尊敬されるのと同じだと思う。ああ、なるほどな。やっぱりね、プロの領域があるものって、やっぱ、ありますよね。ある。うまい人、向き、不向き、うんうん。ちゃんとできる人って本当に効率よくできるじゃないですか。もちろん、もちろん。パカ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 と。うんうんうん、いやー、料理番組見るのは嫌いじゃないし、クックパッドも有料会員だったのにな。有料だったな。まあね、あ、これ見たいと思うときにピッてやったときになんか。そうそうそうです。有料じゃないとダメみたいな、ね。そうなんですよ。あれムカつくけどね。殿堂入りやっとけ間違いないというか、金で書いてる。そうね。そうね。わかるよ、わかるよ。わかるわかるわかる。とりあえずチーズ巻いてあげとけみたいな。安易に、そうです、そうです。うん、そうね、うんうんうん。できれば料理好き、料理好きになりたかったんですよ。うん、料理が好きだったら苦じゃなくなるはずなんで。ダメですね。ダメダメ。いや、やっぱりね、これ、マルチタスクなわけじゃん。うん、やっぱりね。で、やっぱりゆっくりして考えれる時間がないと、ただの負担になっちゃうし、うんうね、今だってさ、昔と違ってさ、うん買った方が安いじゃん。そうなんですよ。もうそれに気づいて、うんうんうん、まあストレスかかるぐらいなら、二人だったし、別にいいやと思って買うことが増えましたね。うん。絶対ね、それでね、うん、いいと思う。経済も回るし。そうですよね。そう。一週間分の食材買って使い切れずに捨てたこと何度あるか。ああ、そうね。もうなんか、ダメだ。Not SDGs ですけど。そうね。全然ないですよ。懐かしいなぁ。もう私全然やんないからなぁ。まあでも先生は好きじゃないですか、うん、根本的には。うん、まあね。嫌いではないじゃないですか。ね、嫌いではないね。私、その、人のためにしてあげるのも好きじゃないですか。うん。ただもうちょっとわがままだと思うんですよ。料理に関しては嫌いだけども、うん、だとしても愛する旦那様のためならするっていう感覚もなかったです。なんで私だけやらなかったの。それは面白い。そうなんですよ。その当時勤めてた会社のパートさんに、うんうん、でも仕事終わった後はもう料理するの疲れるんですって言ったら、うん、じゃあ休みの日だけは特別に頑張って一生懸命作ればいいじゃんって言われて、休みの日は休みたいしなって言ったら笑われました。そうね。向いてないですね、私ね。まあでも、今はね、本当に多様性だから、全然いいと思うよ。本当ですか？うさぎ嫌われるかな？全然全然だよ。もう私だって今なんてもう掃除もしないよ。あ、本当ですか？もうそこもやめた。あ、本当ですか？だとまあ心に負担は少なくなりますね。もう全然負担がない。だから、まあお手伝いさんがいるから、お手伝いさんでそのご飯を作ってもらってるんだけど、うちさ、例えば旦那だけだったら、お手伝いさん雇わんのだわ。うん、でもさ、もう子供がおるんで、だからやっぱ食って大事だから、うんうん、ちゃんとやっぱり食べさせたいと思ってお手伝いさん雇ったんだけど、うん、そのお手伝いさんがメニューを全部考えてくれるの。めっちゃ楽ですね。いやもう全然違う。ノンストレスですね。ノンストレスで、そのね部屋とかの掃除とかも、もう全部こうなんていうの、ここをやっといてって言わんくっても、全部やってくれるから。あ、お掃除もしてくれるんですか？そうそう。うん、すごい。でもやっぱプロだから完璧なんですか？完璧。すごい、うん。だからね、今までだったら、その、私が休みの日に何時間かけてやったりとか、うんうん、ちょくちょくこうやってやりながら、うん、で、まあ洗濯なんて毎日あるわけじゃん。うんうん、そうですね。で、ね、旦那もちろんやらないじゃん。やらないというかやれないからさ、男の人は。まあそうですね。基本はね、うんうん、好きな人もいるけど、まれですよね。そう、気つかんからさ、やっぱり、うんうんうん。で、そうなるとさ、じゃあやろうかなって思うんだけど、そんなできんじゃん。うん、で、今は、もうやらないって決めてるから、その、やってねって言えるの、逆に旦那に。そう、もう、ね、基本的には綺麗になってるから。うんうんうん、じゃあ、洗濯物はあなたが畳んでね、とか。そうやってこう、役割分担はできるな。なるほど、なるほど。うん、まあ、残り少ない家事ですもんね。そうそう、そう。これはやってね、って言えば。そう。まあ、言われれば多分分かってやりますもんね。うん、そう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 。気を使ってとか、なんか、そういうのができないんだよ。そうですね。気回してこれがこうなった、うん。あ、それ思ったな。なんで雪降ってるのに洗濯物取り入れないんだろうって思ったことありました。うんうん、そうね。あれでもまあ悪気ないんですよ、ね。悪気はない。そう。うん。
これはもう本当にあのね、何でもそうだと思うけど、うん、やっぱりね、男性の目と女性の目って違うし、うん、脳みその活性する場所も全然違うから、うんうんうん、もう全然いいと思うよ。なんかもう女だから男だからっていうのももう今ないし、うんうんうん、そうですね。そうそうそう。一生懸命働いてはいるし、うん、私もいい、そういううさぎかな。うん、いい。多様性うさぎ。いい、いい、全然。だって今時さ、手編みのセット、だとかマフラーとかもらっちゃったちょっと恥ずくない？恥ずいし、あ、おってなります。だよね、チクチクするし。そうですね。うん、選びたいやん。チクチクしないやつ選びたいから。昔はアクリルでやってたの、私。アクリルの毛糸とかでやってあげてたんで、最低ですよね。な首に巻くもんじゃないですよね。あれ、洗わしですよね。そう。でも昔は作る方が安かったから。あ、本当ですか。私でもなんか、単純に好きでした、編み物。ああ、ほんと、うん、うん。編み物好きでしたね。棒棒で、棒も鍵もやりました。ああ、ほんと。まっすぐしかいけないんですよ。まっすぐ、だからマフラーしかできないんですけど。まっすぐって、そういうことね。そうです、ケーターこうやって、こうやって目をこう、少なくしていくのかな。ああ、まあもうそんな、そんな高度な。まあ、こういう、こういう、ね。そうそうそうです。うん、って、で、目の数が変わらなければいい。変わらなければいい。なんで減ってくんだろう。だよね。こうなる。なんか落とすんですよね。でも、好きでしたね。うん、多分何も考えずにずっとこうできるじゃないですか。そうね。あれはね。好きでしたね。うんうんうん、うん。作ったなねえ、懐かしいよね。ああ、なんでこんな話になったのか、ちょっと待って。私は手袋が大好き。編めるんですか？編めるよ。すげえ。大好きだった、あれ。ほんと指作るのがもう大好きでさ。想像つかない。このお股の部分。うん、すげえ。すごい好きだ。へえ。まあ、ミドンなんてもうすぐだよね。親指だけだもん。お股の部分はですね。うん、そうそう。へえ。くり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 って。え、あれ何ですか？鍵ですか？鍵。うん、違う。棒で。棒であるんですか？ちっちゃい棒が。こうやって、こういう風にしていく。で、こうやって、編んでいく。すげえ。楽しいよ、楽しい。楽しいですよね。うん。うん、もうやらんけどね。だからたまにほんとそういうのやると、息子とかがびっくりする。ママやれるのみたいな。あ、もうスーパーヒーローですね、それ。そうです。職人さん。そう。ママがなんか作っとる。俺の、みたいな。かわいい。よし、で、何から今日何します？メチュー、あ、こっちする。あ、こっちしますか、うん、じゃあ、暑いんでね。はい。そっちの方を、私のリクエストをやりましょう。はい。長えな、20分。いきましょう。せーの。